時刻は午前3時になりました三四郎のお二人お疲れ様でしたお疲れ様でした霜降り明星の粗品ですせいやです毎週金曜日深夜3時からの「オールナイトニッポンゼロ」は我々霜降り明星がこの後5時まで担当させていただきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの今日久しぶりにほうほうあのアンミカさんとほうほうほう共演しましておおほうほうアンミカさん今日ね、えー、そうそう、うん、共演し楽屋挨拶に行ったんですよね 先輩ですからねアンミカさん<で> <laughs> まあ,あの僕の記憶が正しかったらなんですけどおんおん 1>, 1年ぶりなんですよねアンミカさんって「あのあ<ー>ミラクル9」で初めて共演してめっちゃ前のやつやそうで1年ぶりやから多分向こうも覚えてはないからしっかりめに挨拶したいなというか名乗るぐらいのね吉本の下流言うぐらいのと思ってこうノックして「おはようございます」こう。 まあ僕が言うので「あの霜降り明星の」って言おうとしたら食い気味でアンミカさんがなんか「あせいやちゃん!」「このいできてくれなかったの!」っエッチしたかエッチしてまたアンミカさんとエッチするか。びっくりしてんけどほんまに。いや違う違うアンミカさん結婚してはるからとんでもないイケメンの外国人の方とそう。 結婚してあるからいやいやアンミカさんと結構プライベートで誕生日会とかんか秋野陽子さんの会とかで俺も東京来たなと思ったわ秋野陽子さんの会を囲んでアンミカさんのご夫婦とか鈴木紗理奈さんとかあとほんでやっぱこうねグラス傾けて有村昆さんと喋っちゃう 有村今作何の映画がおもろいかみたいなのめちゃくちゃやんそうそう喋ってねあそう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 いう会のこの前来てくれなかったのやねああそうそう別にアンミカさんの家に行ってるわけじゃないの夜呼ばれてとかそういうわけじゃないそういうわけじゃないのよチンポこもみしてないそうそうタヌキの言い方すなチンチンなチンチンああ言い方がうんあの女子も聞いてるからこのラジオ 3時とはいえ。そうそうそう。それはね。あ,あ、だから、おちんこを。おちんこは、のあの、熟女 AV 女優の言い方。<laughs> ええ、そうなのこで、ラジコとかで、昼とかに聞く人もおるから、もうシネタ、しんやめてくれ。で、ちんこちんこさ。ちんこちんこは、ちょっとちょっとの新作。<laughs> ザタッチさんザおさわりのザタッチじゃなくてザおさわりさんの新ギャグあ新ギャグないやでちンコチンコやちょっとジンコだでチンコロマンジュがチンコロマンジュはチンの国のお土産ちょちゃ早いとオープニングで何がやそんな話へえちゃちゃちゃちょちゃそんな話どうでもええのよ何がやねん いやいやオープニングでもアンミカさんで俺ちょっと突っ込むのかなと思ったらも,もっと今週えぐい話やったからあ,あそうですかだからせいやさん、はい、タイトルこれしましょうって話ですよ先にあっき<先>、ね、しとこえはいはいはい、ね、確かにもうとんでもないそのやっぱ一人ずつの仕事で、うん、もうやっぱこのすっごいでかい ね、しましたからね <laughs> リスナーの人多分聞きたいと思う話がやっぱりあると思うんですよね、あのー、たっぷり今日はもう、うん、裏側あいい、ね、そして気になったことこんな思いでしたっていうのが、ね、<ら>やっぱ楽しみ。 仕事来た時の気持ち聞きたよ、そういうのいつからやねんとかねあのー聖夜のエプロンですね仲間氏はそれないやねん気になっててそれそれないやねんついにやりましたよなんで俺呼んでくれへんねんなんやねん、聖夜のエプロン知らん、俺が別企画したわけじゃんもスケジュールに入ったよ、聖夜のエプロンってなんなん、聖夜のエプロンって分からへん、俺もですよね あのたっぷり裏側、切る。あせいやのエプロン側、いらないです。イライライな違う、ドラマやんか。ドラマ、せいやのエプロンの話もまず。え、あのたっぷり。していきますんで、全然いらないです。じゃタイトルこれしました。下栗明星の。オールナイトニッポンで。メールテーマを。どうします。はいはいはい。あ、ドラマの感想とかしますか?。 まあでも粗品さんも出てたから2人の絶対ー度とやっぱテセヨその船の終わりましたねねっお仕事終わりましたやっと終わりましたドラマがねせいやさんはねあのえらくご活躍でいや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 ちょっとその辺もだからリスナーの方に募集しましょうはい SS アットマークオールナイトニッポンドットコムです S アットマークオールナイトニッポンドットメールテーマは 2人が出演したドラマの感想最終回が終わりましたので、うん、なんか聞きたいこととかでもいいですよね質問募集あん時どうやったんですかとかこれ結局どういう意味なんですかめっちゃあるみたいですねやっぱそのいい、うん、これどういうことなんだあ,あるあるみたいにせいやと粗品の頭文字で SS となっておりますメール採用者の中から抽選で10名様に番組特製解決ぞろりとのコラボステッカーを差し上げるのでご希望の方は住所指名電話番号をお忘れなく、うん、そしてこの番組はス アトアプリのミックスチャンネルでも東京千代田区有楽町日本放送第2スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしておりますさらに放送終了後にはミックスチャンネル限定のアフタートークも生配信、うん、ミックスチャンネルのアプリをダウンロードしてオールネット日本ゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見れます、うん、番組ホームページにミックスチャンネルのリンクが貼ってありますのでそこからでもダウンロードできます霜降り明星のオールネット日本ゼロぜひミックスチャンネルでもお楽しみください ちょっとドラマの話を聞きたいいやそうかせいやのエピローはいやあれええよお前のモノマネでもして出たからなあっそうそう受付メールアドレスは s s a l l n i g h t n i p o n d c o m s s a l l n i g h t n i p o n ッ c o m せいやと粗品の頭文字を取って ss となっておりますツイッターは「ハッシュタグ降り明星 ANN0」です 番組公式ツイッターもあるのでそちらのフォローもお願いします霜降り明星の「オールナイトニッポンゼロ」霜降り明星の粗品ですせいやですさあというわけでえー、あの「テセウスの船」そうなんですよねまああのもし見てない方、はい、いらっしゃったらここからねちょっとネタバレなるんでるちょっと要注意聞かないでとそうですね まああのー、終わりましてね無事2人ともドラマーはいはいはい、はい、3か月ですかね同時期にドラマ「テセウスの船」まあ僕でした <laughs> <laughs> いやほんまねお前かい <laughs> せいやかよってトレンドなってたなせいやかよ、うん、あでしたね<ー>どうやったんですかその ちだから、うん、もうこのまずラジオで、ええ、もうほんま言わんようにしてたテセウスのあ<ー>おそのやっぱもう一番やばいのはやっぱラジオとかで何、うん、か変なことポロって言ってもうたりしたら終わりやん、うん、だもうほんまにこの生放送は怖かった正直。 もう終わるやろこのもし俺が犯人でした、うんうん、みたいなさ、うん、やっぱこの何ていうの「犯人でした」うん、っていうもうこの言葉、うん、だけは絶対あかんって言われたからそのあ隠さないとそう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 あのーうん、だからほんまに誰にも言ってなかったね うん、あ僕も聞いてなかったですしそ粗品にも言ってなかったんですよこれうんそうそのでやっぱ、うん、普通にドラマなんしづらかったもんなあの犯人って知らんけど展開とか知ってたらいらんこと言うんかなみたいなお互いにそれは大阪のラジオで霜降り明治の騙し打ちってのやってるんですけどそっち収録なんで。 2時間ぐらい撮ってんな今1時間放送やけどドラマのいらんこと言いすぎてやっぱり今のカットでみたいなものねそうそうそううむずいねんなむずい言葉一つとドラマの話やっぱできない特にまあテセウスの船はもう引っ張る系やから考察とかしたりするして楽しむ系やからそうそうそうあれ聞きたいんですやっぱり共演者の方はいはいはいあのそれもあんま危険かってムサカさんの話はちょっと聞いたけどはいはいはいどうなんですかその 他の豪華俳優陣とのおうおうなんかどんな人やったあの竹内涼真さんとかも写真上げてなかったらこうハゲさせられてる写真みたいなおうおうハゲさせられてそうやなあのインスタかなあれどうなんですか竹内涼真さんは竹内涼真さんはねまあ新役のもあの主人公ですけどねまああの、まあ、とにかくでもね好、うん、青年 あのオフがプライベートめちゃくちゃゃくえ,え人へ<ー>もうこれはもうほんまにあの別に何ていうのなんか俺に対してもう、うんそもなんかないねんなその、うん、あ芸人と俳優みたいな分けるやん普通そうやなあこの人芸人さんやからみたいなもう全くないなんか、うん、せいやさん兄弟いるんですかみたいな<あ>合間で喋ってくれんのよずっとこう あ,あの「います」みたいな緊張しな、うん、こっちが言ったら「続けてくれん」大体短く終わるやん会話って「い,い,ね、いや僕もね」みたいな「うん、兄弟いてね」みたいなほんで「兄弟の構成一緒ですね」みたいな「うん、わほんまですね」みたいな「僕妹が竹内さんの大ファンなんですよ」うん、みたいな言ったら「うん、えテレビ電話します?」みたいな「えっ!」っていう <laughs> そういなうこっちはもう。 関西のもう、団地生まれやから。いや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 そりゃそうや。ダメです、兄さん。兄さん。いや、ほんまにでも、冗談じゃないね、その、絶対してくれんね。とも、マジのモニタリングみたいな、その、リアルな、モニタリングのドッキリでありそうや。ありそう。竹内涼真から電話かかってきたわ。そう、妹にテレビ電話してみます。びっくりさせましょうよみたいな。もう、ナイスガイ。キモい部分は。 そりゃ <laughs> なんやねんこのホスト 1>, <laughs> 1個だけ <laughs> いやお前 1>, <laughs> 1個だけ教えてくれ何大炎上させようとしてるどこがキモかった竹内涼真さんのいやもうマジでないよき気にいやキモいっていうのはあれかちょ,ちょっとこれやんって思ったのはないさすがに竹内涼真んうんいやいや個だけマジでない1一個だけ教えてそれはいやちょっといやほんまにないからなでも鈴木亮平さんとやったらどっちの方が言いやすい なんやねんそれ。どちらが気持ちよかった。いやいやいや。徐々に俺すこそんな放送にしたないねんこれ。いや言いたいことしかもめっちゃあんのよ。その早い早いその待てマネ。鈴木亮平さん。ドラマの話も全然してないでしょ。鈴木亮平さんはどんな人だったんですか。ええまあまあまあいや鈴木亮平さんももうもうめちゃくちゃ熱い人。もうそのなんやろなもうほんまにまあ言わずもがないけども。う 竹内さんも鈴木亮平さんも,、うん、もうトップ俳優やからそうやな、うん、だからめちゃくちゃあの教えてくれましたね現場で嬉しいなそうそうそうおそう,もうほんでさっきの話戻るけど、うん、竹内涼真さんがもうめっちゃ喋ってくれて、うん、でライン交換できたんよ俺竹内涼真さんそうしかもそれも竹内さんから「 LINE 交換しましょうよみたいなで俺「やった!」みたいなずっと「え!」みたいな言って竹内さん「ありがとうございますめっちゃ嬉しいです」みたいな言ってる時のその撮影俺ずっと死体のメイクやってやんか俺反射で映った時「やった!」とか言ってんねんけど首絞められた後のあの青白い顔でずっと「うわ!」とか言って怖怖いいめっちゃ怖かった怖いよそううい死体のメイクでずっと竹内さんと。 うしし優優い。い。俺今話の腰折ってたもしかしてあの骨折背骨折られ、俺がここまで来たかっら嫌いな途中で戻ろうと思ったら鈴木あはい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 はそのでもな俺も見とったやその特に最終回は気合入ってましたけど徹生の触た ちょっと音響ちょっと悪かったかな帰れお前いやイヤホン外して帰れポケ俺一人でやるのかなこの張り詰めた表情した時にキンみたいな S になるとかまあるやんドラマで俺はなんかそれがもしこのうちの AD 中村やったらもっとその音をポンポン出してくれたんちゃうかなと思うわけいやそんなわけないやんその ドラマの現場の音響さんの方がいや,、ね、いやいやうちの仲間だといえば「<laughs> うん、魚を投げる音ください」って言ってすぐ出してくれる「テレビチャンピオンの終わりみたいな音出してください」って言ってすぐ出してくれるまあまあ、ね、優秀なスタッフですよ俺は仲間君くんにいてほしかったあの日 <laughs>、ね、いや音気になりましたいや気になったよだからちょっと今もなんかね久しぶりにりど,どういうシーン、まあ、どういうういいシーンというかその 最あの竹内涼真さんと鈴木亮平さんと3人でなんか<う>3人のカットになるやつも特組合いの最後刺されてるみたいなほうほうその時とかもなんかこう音をつけてほしかったな今あの時の取組合いしてる時の音をつける、うん、まあ音というか中村さんちょっと今なんかねなんかあれ鈴木亮平とか連れてこれます <laughs> ない何のモードやねん <laughs> お,お前なんかぶち壊そうとしてない <laughs> 俺のこのちょっといやちゃちゃお前何なん なんか変なエンジンかかってんの何やねん鈴木亮平とか連れてこれますって何やねん3もつけへんし何や鈴木亮平ちょっと連れてきてくださいね3つけろよお前ちゃんといや、うちの仲間やったらね何を言ってんの連れてくるっていやさ音のプロフェッショナルですからねうちの AD 中村さんうわっ のサプライズゲストテセウスの船佐野君のこと俳優の鈴木亮平さんでーすおはようございますびっくりしたはじめまして鈴木さん長村君ありがとういやいやいやさすがやな長村君。うわ。

さあ、浩平さんなんですがあのうやろ真夜中に生登場ということですこの時間に起きたらあのですね撮影現場では役作りのためせいやと密に会話を交わす機会はなかったそうなんですがあの、お聞きしたところによると霜降り明星のファンということで本当はせいやともお話をしたかったとか。 ちなみに今回のこのご出演は、ぜひ番組に出たいという鈴木亮平さんからの逆オファーで実現いたしました。本当にありがとうございますありがとうございます。すげえ僕は、あの、この番組第1回から聞いてます。ええ文語聞いてたんえよ、なんか。マジすかそうそうそう。うわ、そんなんもう全く言ってなくて、もう、 全然らんんかったもいやそそううなななんんんでですすよ実はややかいちょっとやっぱり第1話からどうもはっきり聞いてなかったんですけどどうもせいやさん重要な役らしいっていうのを聞いてましてでちょっと演技ってどうしても緊張感がないとダメなのではははいいい龍馬くんと話し合って。 いいい人でいてくれとなるほど、えー、で僕がちょっと緊張感保つのでっていうへえ<ー>はいそうったんだからなるべくあんまり話さないようにしてましたねうわそうなんすそうなんですよ確かにうん、うん、いやそしたらすごいビビられてるんだよいやだっていや怖い人って聞いてたよ怖,怖いというかやっぱストイック なんやなっていう鈴木良平さんいやでも僕はやっぱり変態仮面とかもイメージあるからで関西人って聞いてたからこちょっとこうなんかバラエティーの感じでもうちょっと喋れんのかなみたいな思ってたとやっぱグーって役入ってあってほんでこう合間にちょっとこうカメラさんがちょっとこうチェンジするんですよねこの撮る位置を。僕がちょっとこうかからんらん ってたら鈴木さんがさや、うん、さんカメラ邪魔になってますどいてください <laughs> <laughs> すみません <laughs> <laughs> す,す,すみませんはいえこれわかんないですよ最初犯人の名前がえすみませんこれ <laughs> どこ どこぐらいまでセリフ終わったら OK かかるんですかねみたいな最初わからんから聞いたら「えこれどこまでですかね?」みたいになって鈴木さんが「カットかかるまでやってくださいお願いします」<laughs> ね、すてませんあ緊張感を僕第1話からせ、はいやさんの行動を観察していて<え>、はい、メモしてたんですよメモ気になった行動を おおすごい携帯にわあ絶対やんえ鈴木さんそんなことしてたんですね僕の中でははいテセウス終わってこの番組出させてもらうまでがテセウスの問題ありがとうございます大喜びでございますここでクランクアップですかありがとうございます教えてくださいよいやでも本当あのこれ本当なんですけどやっぱり最後の最後まではいま僕らははい十あの台本もらうまではい 本当の黒幕がせいやさんだってのは知らなくてほんまにそうらしいそうなんですねそれをだいた後にせいやさんにちょっとこう「よろしくお願いします」っていうふうに言ったらすごい顔してて気合の入ったその時言ったのが「死ぬ気でやります」とで次言ったのが「m 1の時ぐらい気合入れます」いやいやもうそうですよ それに僕らはすごく嬉しかったのと同時にその空回りしないかなっていうのでそのやりすぎてク倉奈々ちゃんとかとこんなこと言ってたけど大丈夫かなっていう <laughs> まあそうっすよねいやじゃほんま A 倉、えー、さんがもうすっごいまあ冗談ですよク倉 <laughs> さんはすっごい愉快な方なんですけど、はい、もうほんまにせいやさんにかかってますからねみたいなりでね お願いしますよって言って一回「お疲れさまでした」ってエイク倉さん帰られてまた一回戻ってきてガラガラって上げて本当にかかってますからね、うん、2>, 今2回 2> そう鈴木さんとエイク倉さんでいじってこうグーってくるからこれは鈴木さんからしたらそれはねほんまにだってあの10話まで、えー、その前まで一緒にはやってるとはいえよあの分かんないですもんね この白心のどんぐらい演技できるのかいやもうもちろん真面目な方だっていうのはずっとみあの一緒にやってて分かってましたし例えばもしもしっていうセリフ電話取るところを二十回ぐらい練習してませんでしたいやもうずっとやりましたねもしもしをもしもしだけをああいやいいですね動作が入ると難しいんですよやっぱかん標準語に背中プラスで結構その その場で台本に書いてない動作も増えるじゃないですかそれがやっぱ僕らはで絶対鈴木さんとかに迷惑かけたくないっていうのもあんねんなやっぱ現場の人にでめっちゃ練習しましただからまあ真面目だっていうのは分かってたんでもう本気で来てくれるっていうのは分かってたんですけどやっぱりその中でもどれだけ現場で本当にこう対峙した時にお互いにその役として緊張感持って入れるかなっていうのが そこをまあ高めていくののが役目だったので当日<ー>これ本当にすごいなと思ったんですけど、はいあのー、まあ、正しが犯人だって分かって正しのこれまでの過去の人生を吐露する時に本当にもう泣きながらもう気持ちのまま伝えてくれて僕はそれを見て僕は映ってないカメラの位置だったので。はいはいはい 僕はでも泣いちゃいましたもんねうわで文語がその妹のこと語るんですけどその聖夜さんの後ろに妹が見えてマナさいやほんまのね妹ねあんま言わんといてよ本名はえぇだから終わった後に聖夜さん妹いるんですかっておお。 聞きじゃないとあの演技出てこないだろうなと思いましたはいはいほん実際いたとこれは絶対ジングルにしよう今のずっと聞きたい今の鈴木良平さんやもすいませんいやもうほんまにすごい方ですからトップ俳優にいやいやいやそれはもう嬉しいですわもうあのねでも僕もやっぱ もうなんていう最初から犯人って僕は分かってたんですよね、うん、実は話あ<ー>もちろんほんでやっぱ「テセウスの船ってもちろん面白い原作っていうのは知ってたんですけど、うん、もうどん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 視聴率上がってきて、うん、ういろんな考察飛び交ってせいやはありえへんと、あのー、演技絶対でけへんから犯人候補ではないなそうあいつに黒幕はもう絶対させられへんそれはもう 絶対かみたたたいなも見てんんででんん、うん、悔しかったんですよねやっぱり。で竹内さん鈴木さん、うん、もうもちろん全員ですけど、うん、もうやっぱすごいのよもうほんま、うん、現場の雰囲気とかで、うん、これ俺が最後、うん、ちょっとでも気緩んだ演技しようもんならこの、うん、全部終わるっていうこの今までの9は全部積み上げてきた。うん もうそれはもうほんまに死ぬ気でやりまましたよもうほんまに、うん、だからそれやりすぎて、うん、あの鈴木さんにも言いましたけど、うん、家で練習しすぎて、うん、何回も何回もその犯人のセリフ、うん、うわーって本気でやりすぎて、うん、僕通報されて家に警察来たんですからマジでいやこれマジですよ<ー> <laughs> ピンポーンって来て<ー>一人で練習しててうわーって言っててああ インターホン、え、何ですかって言ったら、うん、あ、すいません、あのー、北沢警察ですって言って、十五人ぐらい来て。<laughs> はい、テセウス、大体、まあ、駐在文吾さんと何人か。うね、もうテセウスの五倍から七倍ぐらいの警察来て、<laughs> <laughs> あんな人殺してんのに。そうで、ずっと、あのー、一人で。 あの「お前を許さないあ<ー>人生踏みにじられた」みたいな声が何回も聞こえます、うん、みたいなで警部補とかブワって入ってきて家宅捜査みたいなほんで女の人も入ってそのーー僕が女の人になんかしてないかみたいなんでブワって調べられて、うん、なるほどほんでもしゃあない言わなあかんや、はい。 違いますドラマの練習してましたみたいな<ー>で台本もちゃんとその仲間は見せてないですけど「うん、これなんです」って「テセウスの船」って言ったら、うん、なんか人情派のなんかおっちゃんの刑事が「うん、あそうだわ、うんはい、結果知りたくない行こう行こう聞きたくない聞きたくない,くない <laughs> 撤収撤収」って言って「そうだこの人出てるわ <laughs> え嫌だ聞きたくない」<laughs> ね、そう。 助かったんですけどれそれで助かったもうほんまでは家で叫びまくって。そうなんですよすごい警察来たってすごいですね、えー、すごい白心の演技だったんですよねめっちゃ嬉しいいや泣きそうですよ僕ほんまにめっちゃ嬉しいのあの、はい、ねやっぱりトップ俳優の文んさんから見て、はい、このさをそれこを先もおっしゃってましたけど演技というか聖夜の演技はどうどうやったんですかこのいやいやあの なんでしょうね僕はせいやさんと終わった後にどれだけこれが緊張したかっていうのを聞いてなるほどなと思ったのがその例えば俳優の僕らが漫才番組の大鳥言そうそうたるメンバーのそうそうたる芸人さんが漫才した後に「大鳥はこの方鈴木亮平さんです」って言われて漫才させられたら。 苦しいだろうな。いや、いううそらまた別ですけど。<laughs> 確かにね。M1 の取りで鈴木亮平さんが、<laughs> 確かに、ねそ。そらそら、まあ、まあまあまあ。逆にしたらそういうこと、ね、そういうことかなって考えたときに。も確かに。テセウスの船はもう<ー>なんていうのもう M1。うん みたいなももんんですもんねその日曜劇場ですか俳優さんのめっち僕らのい憧れのワンんでもないいやでもほんまに鈴木さんのおかげですよあれあのシーンはただの最後のシーンで僕があの神をね ちょっと前髪をかッと掴ませていただいて <laughs> もちろんもちろんアクションのシーンねあれリハーサルが別日にありましてテレビ局のリハーサル室でその時に僕が結果思い浮かんでそうなっちゃったんですよ演技が、はい、ちょっとじゃあアドリブというかなんですけど、まあ、僕も握った瞬間に。うんはい これはちょっとダメかなっていや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 いいですよ思ったんですよ全部言ってくださいお気づきですかはいなので本番現場行ってあの上に乗った乗ったんですけど首を掴んだんですよ前髪をやめてそうそうリハーサルの時にでそれであの監督はオッケーってなったんですけど場監督さんが あれうん、うん、あのリアの時前髪掴んでましたよね。はい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 、はい、あそうですね。はい、あっちの方が好きだったな。あら。れってこれはわれて言われると <laughs> <laughs> で結局その前髪を掴んでしまったんですけどやっぱりちょっとこの掴み心地が。はいあら 軽めなのでいやいやいやいらんこと言ってんのあの僕もやっぱりさすがに先輩として気を使わなきゃいけないということであのシーンもちろん本気でガーッと気持ち入れてやったんですけど左手だけはちょっと緩めましたいやもう余計な気使わしてますやん僕。お前のハゲのせいでお前ブレますもんねこのわーってやってちょっと あれって思いますもんね演技はもちろんねもう鈴木さんすごかったもう、うん、でも,もう俺猛混んで感じなねんでもうほんまに、うん、とんでもない力鈴木さんのこのグーっていうシーン、うん、ほんまにだからまあオンエアはされてないけどその、うん、俺がブンゴーってなってるグーはもうほんまにただただ痛い時の顔、うん、その、うん、グーって。 あれはリアルにもう一番殺したかったかもしれないあの時クーッていうすごいんすよねいやでも一応僕はあのかなり力抜いてました力を抜いてておっしゃってますけどあれで他の若手俳優だったらああ言ってたもち力れたかと思いますねいやもうほんまにでもこう頭をねクーッて押さえてくれて確かにちょっと変えてくれたんですよねで、それを見てた マネーージャーがなんて言ったと思もうマジで俺初めて腹立ったんですけど女のマネージャーに <laughs>、うん、めちゃくちゃになって髪の毛熱んやどうやった今の、うん、大丈夫かな?」ってっ、うん、ちょっと。 とカミウスの船かもしれないです。柴田が何がカミウスだよね。神が薄にいやほんま最低思いついたやろな。最低のマネージャー言いたかったやろな。鈴木さんが気遣ってくれてでもねもう免許をいやそうそれはもうそうですよさリスナーの方からもあの鈴木さん鈴木さん来たやんっていうかテセウス系のメールを募集してましてあですからせいやさんもなんか あのしたかった裏話とかぜひ鈴木亮平さんの前でしていただこうとうあなるほどはやないねはい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 様、えー、時間があるなんでそうしよね、はい、えーうん、岐阜県ラジオにも一覧食ってまた一覧、うんえー、鈴木亮平さんに鈴木亮平さんは初回からのこの番組のリスナーということで、はい、素朴な疑問なのですが、はい、あの最終回のラストのシーン、はい、うわ クレイジーマンやって笑っちゃいそうになりませんでしたか。いや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 僕は大爆笑してしまいました。クレイジーマンっていうのも知ってるってことで知ってます。うわー。もう鈴木さんが毎回ではないですけど、はい、だいぶ聞いてますよ。えー、ありがとうございます。だからはい。い,いやこの番組でねよく僕がやる怖い役みたいな。どんなんでしたっけ。 おい日本放送鈴木亮平3時に呼んでんじゃねえよっていうこんなお前やるんですけどわざと標準語で言うっていういやいやまだちゃいますよねそれは鈴木さんどうでしたここはそれは僕正直思わなかったですけどね本当に役に入ってらっしゃったんでありがとうございますねこれは全然もうそれになったらもう絶対あかんもんそうやな もう絶対出したことない引き出しからも絶対出そうとは思ったんですよほんまにちょっとでもやっぱクレイジーマンとか言われるのはめっちゃ嫌やのになんかトレンドの28位にクレイジーマンって入っててめっちゃ言われてるいや全然違いましたよねでも気にしてるのは知ってましたよあのなんか前半の放送の時に標準すごい語しゃべるとクレイジーマンになってしまうみたいなすごい覚え鈴木さん ほんでその裏話というかほんまに鈴木さんとぶわってねこう熱いアクションのシーンさせてもらってほんでもう,もう鈴木さんももちろん役に入ってるし僕も鈴木さんの胸借りてはあはてみたいなもう2人でグーってねもう4時間ぐらいですかは、うん、結構ずーっとやって2人で。うん ほんでもういよいよ竹内さんも来て最後のもう最後のもうシーンがねあの最後くって刺すとこのシーンのみんなはあってなっててよしこのまま緊張感で行くぞっていう時にスタッフさんがすいません 聖夜さんからドーナツの差し入れありますってすっごいタイミングが悪かったんですよあれダメですよねあれね <laughs> もうダメなんですよいやそこちゃうやろお前ドーナツ差し入れか。ドーナツ差し入れが入れあったんですけどなんかもう恥ずかしかったあれすっごいみんなが緊迫してたのに <laughs> あ,あのもやっぱりこのめちゃくちゃ緊張感あるんですかそれこそやっぱりあの日はしん、はい、さんがあーなる、はい はい、最後にまあちょっとネタバレになりますけど亡くなる日だったので、はい、朝,朝からやっぱり緊張感ありましたね、えー、だからなんかふざけてこう,う冗談言い合うオフとかはなかったんですかカメラ回ってない時にあんまりなかったですねあの日にかえー、あてえそうなんですね、うん、だから、うん、竹内さんと鈴木さんは結構、うん、もう冗談みたいなのも言ってはったんですけど、うん、その日は多分 かなり緊迫してたと思います。え、さ茨城県ラジオネームガンジ須川。すごいことよ、これラジオ来てんの。眠いですねこの時間。そうでしょう。そりゃそうですよ。でしょ？初めて経験してみて。3時から5時って、もう人が喋っちゃダメな時間。そこに鈴木さん来てくれてるから。ラジオネームガンジ須川。テセウスの船の聖也さんが演じたまさしについてお尋ねしたいのですが。 最後に共犯者の三清についてはその後が描かれていたのですがサシ、うん、は真と佐野文吾と対峙したシーン以降何も描かれていませんでしたサシ、うん、のその後はあるのでしょうかまた話になかったとしてお二人が考える正シのその後はどうのようになってると思いますか、うん、なるほどうでですかかか確確ににね本編ではが どれだけミキオに対してその支持していたのかっていうのも描かれてなくてそうですねまあそれに詳しいこともパラビでそうなんですよあはははいやでもほんまにこれそうで昨日僕もパラビの声取りをさせてもらったんですけどだからほんまのクランクアップは昨日やったんですけどだいぶそこら辺が描かれてんのよ裏側というかねなるほどパラビのそこも見てほしいですね意外とそのどれぐらいの刑になるのかあの。 まさしがあ、ね、ったことがっていうのも本編だけではわからなかったりもするのがちょっと見えてくるかもしれないヤギさんのしりとりですかあの特技のえっヤさんのしりとりパナキなパナキで見れるの鈴木さん来てパナキはないな思いついても言うなよい <laughs> ほんまに <laughs>、はい、でもこれはもう言いたかったんですけど、はい、だからまさしの やっぱこのなんていうんですか人間性というかもうほんまこれは鈴木さんと竹内さんもめちゃめちゃ作ってくださったというかそのやっぱ僕のなんかその経験のキャリアでやっぱこんな黒幕なんかできないですやっぱりでもこの鈴木さん冷たくしたって言ってますけど言ってもめっちゃ教えてくれたんですよマジでもうほんまにだこれほんまにまさしにね なんかちょっとあこいつ黒幕として弱いなとか、うん、見た時にあれちょこいつ黒幕として迫力ないなとか思った方いらっしゃると思うんですけど、うん、それはもう竹内さん鈴木さんが言ってくれたのが、うんが、ねうん、だから文吾に全然勝てないんですよね。うん、でも意外と、うん リアルな殺人犯ってそういう普遍的なやつですよみたいなのを2人から役作りのヒントみたいなのをくださって僕最初もっと「まいがやったんだろ」うみたいな怖いイメージやったんですよねその犯人やからそうじゃなくてやっぱまさしの悲しさとか弱くていいみたいなのを鈴木さんたけしさんがめっちゃ教えてくれましたね。

いいまち僕が優しくしてくれないなっていうふうに思ってたのかわからないですけど伝わってたそれが現場でちょっとせいやさんがちょっと面白なことを言って全体が笑うんですねかなはい僕はあまり笑わないにしたんですよあえてせやさんが何か言うて<っ>受けるたびに僕の顔を確認してました、はい <laughs> いね、いだって、そ<れ>だってほんまに笑ってたかったもんやいいや。いや、炸裂するって、だって、ほんま、いや終わるんですよ、いや、鈴木さん笑ってないやんみたいな、めっちゃありましたよ、やっぱ。っぱちょっと緊張感、わざとですよね、でも。多少は。おー、はい、やったった。もたでも、<ー>竹内さんとは楽しそうにしたりしてるから、あ、うん 別にそういう人でもないんやあ<ー>あ別に楽しそうにしてんなみたいなとかなんかあの芸人がドラマ来てちょっとって思われてんちゃうかとか思うよなとかね<ー>そういろいろやっぱあれあれあれ,あれ嫌な想像してしてままいますよ、ね、っていうねあれあれあれっていう <laughs> とかめっちゃ嬉しいっす今こうやってほんまやなほんまのネタ話ほんまのテセウスやったの俺の俺のテセウスやったやなこれが、えー、埼玉県ラジオネームゲスの極み福くんはい えお二人にテセウスの船で一番気に入ってるセリフを教えてください。はい。うわあどうですか？えなんでしょう。まあ、セリフというかもうでもそのその人の言葉ですからね。うどうなんですかあの文、ー、語としてはマジなやつですか？マジなやつちょっとお願いします聞きたい。でも選ばれへんぐらい喋ってますからね文語さんは。まあそうか。僕は。はい 一この間の最終話の一番最後に孫の名前を提案するああ、はい、確かになあ,あれあれですかはいええー、あれは来っっあれ言ってた<う>あれめっちゃいいそらくタイムカプセルに書いてあった家系図を見てそこには多分あの漢字で「未来」って書いてたはずなんですよ新、うん、さんの子供ははい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  ミクって読ませたりとか。なるほど。そこでやっぱりちょっと繋がってるんだなって思ったりとか。えー、あい,いいとこやな。いいっすね。あそこはめっちゃいいとこっすね。うんうん、せやさん、どうですか。一番気に入ったセリフ。うわー。どこやろう。まあ、やっぱり。最後ですよね。やっぱり最終回。あーうわう僕はでも。うんうん あの、やっぱり聞き迫るもう文吾と揉み合って鈴木さんとなんかもこうリハーサーしてもらって、うん、ナイフをね、うん、揉みくちゃなって、うんうん、あいつはわざわざ未来から来たんだろうっていう <laughs> あそこの顔が結構俺は <laughs> <こ>結構こうグッて入ってて好きなんですよね自分的には。 マジでその本心で揉み口なてってたからもうなるほど、ね、マジの目した<ー>なんかこう自分の中で入り込めてた感じがあるんですよねあそこあええー、なーそこがせいやさんすごいんですよね<ー>入り込んでくれるんでなるほどあ嬉しいす気持ちよくないですか入り込むし。 僕なんかもちろん小がしいですけど、うん、鈴木さんのかもうどん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 こう、えー、ヒートアップするほんまにやっていく中で、えーうん、ドライやってテストやって、うん、ほんまにグーってなってっていう,ういいですねもうマジでありがたい経験させてもらいました僕は最終話のあれですねあのムサカさんがあの下着泥棒をするシーンあれがやっぱ一番響きましたね <laughs> お前なあれが一番 お前、手勢すんの…ビンクが三枚並んでるのセリフが一番…いやいやいや気に入りましたねそんな村ちゃうねんそんな派手なやつ住んでない喋るのしてながるかったいやいや、伊沢…お前…伊沢賢治…伊沢の現行犯で終わらんねん最後 <laughs> あれ、違ういやいやいや…違う、んそんなんちゃうのよ いや、こういうでもその真剣なね、うん、このインタビューというか、ちょっと聞きたいこといっぱいありますよ。すみませんなんか真剣な話。いやいや、これめっちゃ聞きたい人いっぱいいると思いますよ。あの鈴木さんがお越しいただいてからの感想メールも来ております。はい、ラジオネーム、はい、ワイ、はい、とい。うん 白紙の演技をこなしながらせいやさんの薄毛まで配慮してくれる鈴木さん優しすぎかよ,すすごいよそのシーンもう一回見るために、うん、テセウスの DVD ボックス絶対買いますあ,いいありがとうございますいいですねう嬉しいですよね DVD ボックスとかあとはですねラジオネームストロール、うん、鈴木さん、はい、普通に来て喋ってますけど、うん、今深夜3時ですよいやほんまそうですよ <laughs> 人気俳優が逆オファーで出演

の粗品ですせいやですそしてスペシャルゲスト来ていただいております鈴木亮平ですいやいやいもうまだいいんですかもちろんですよ喋っていただけるんですかさあ香川県の西日本放送愛媛県の南海放送この2曲で聴いてくれていたあなたとはここでお別れです1時間のお付きありがとうございましたもうまた聴いてくれよないらんいつものやつ鈴木亮平さん来てるさあメールもどんどん来ております感想メールラジオネーム「フェイトーザ」テセウスの「フェイトーザ」 船の毎週いろんな考察をしながら見るのがすごい楽しかったです考察すごかったもんなえ自分は校長先生が絶対黒幕だと思っていたのでせいやさんが真犯人だと知り唖然としましたツイッターでお前だけは犯人じゃないから意味深な顔するなとかクソリップ送って本当にごめんなさい <laughs> お前かい <laughs> パナキ見ますということでパラビなえいますい、あのー、そうですね、うん、あのー、ずっと言われてましたからせいやのお前だけじゃない <laughs> まあだからそこを多分 <あ>狙ってキャスティングえて、ね、し僕はまあもちろんあの自分で出ますって言ったわけじゃないから <laughs> <や>多分これをれ狙って選ばれたんやとは思うんですけどこの,、えー、の鈴木さん的にもちょっと予想しながらこう演じるわけですか、はい、犯人を。まああんまり考えないようにしてましたけどそうなんですね正直1話から、はい、せいやさん重要な役かもしれない という噂を聞いてたんですけど、まさか真犯人だと思わなくて、僕も正直現場で瀬谷さんがそのちょっと怖い顔取られてんのとか見て、いやそれはないやろと、そ違えたんですね。ちょっと思ってました。思いますよね、そら。そうですね。そこをこうわっていうのを突きたか。 え質問来ております埼玉県ラジオネーム父は公務員、うん、鈴木さんに質問です、うん、ラストは老人として演じなければならなかったわけですが、うん、顔は特殊メイクでなんとかなるとして、うん、声まで老人になっていたのはどういうテクニックを使ったんですがこれがすごいの、ね、はいなるほどすごい質問きますね,ねはいこれはなんやマジなやつですねこれめっちゃ聞きたいです、ね、全部で2回老人になった、うん、そのはいはい 時があって最初は現代最初に戻ってきた時でその時は実際に声を枯らしてあったんですよ。すごいでもその最終話の撮影ではその同じ日にその後に若いシーンを撮らなきゃいけなかったのでなるほど実際に声をさっき午前中にあの最後のシーンをえだ,だから声をか実際に枯らしていくことはできなかったので。 枯れた風にあでもいやすごいそうなんや一回その実際に枯れたやつで芝居してたのではい、はい、あこういうトーンかっていうのがあったのでうん、うん、なるほどなんとなく分かってたんですよねはいはいだ、はい、からそこでこマですごいす,、えー、す,すごいただなんかちょっとこう三分ぐらいかかりますその声出すにはああ切りかせるところをこうだんだん質下げていって 調整していくっていうか。うわ、すごい髪もさや。いやすごい。その後すぐ若いシーンになると、若いシーンなのにちょっとこうした、そうかそうか低いところで響かせるようなのが残っちゃってたりとか、そこをもうもう一度こう三分ぐらいかけて、だんだんこう若くしてったりとか。まあだからこのリスナーの方とかは、下手したらこの編集でちょっと老人っぽいえなんかかけたり。うらやま で、まあ全くないってことですもんね。やられてるかもしれないですけどね、まあでも、この声を変えてっていう、すごい距離をい,やい,やいや回枯らしていってるっていうのをもう聞いたんですよ、だから、鈴木さんがそんなんしてる。はいはいうん 余計震えますよね真犯人俺っていうそのこんだけどんないろんな情報を聞いても全部恐怖に変わるなそんなん俺絶対壊されへんっていう視聴率いったとか鈴木さんがこんな演技したとか全部怖いんですよ夜寝れなくてドキ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 して鈴木さんすごいんがオンエア見ないようにするんですよねこだわりでそうなんですか 僕テセウスの船見てないんですよ。それがななななんんでですすかやっぱすげみたいな今回は特にちょっとその、うん、自意識を持ちたくないというか、うん、これがフィクションだって思いたくないと言いますかーはあなるほどそ,その世界の中だけで生きてたくて。はい そうかかだら自分がおらんはずのシーンテレビで見てたらちょっとフィクション感も出るとか自分の地も外から見たりてしまうとこのちょっとお芝居冷めるというかこのなんていうのですかプロというかもう鈴木さんのこだわりがもうこから見ますああなるほどすごい話やな神奈川県ラジオネーム「沼袋」「鈴木さんもういいです」 おちょっと体調とか心配になっちゃうんで帰ってください。あらいい人すぎてキモいです。いい人すぎてキモい確かにキモいです。キモいってはいやほんまに鈴木さん今日は忙しい中ありがとうございました。あのお知らせとかございましたらじゃあ一つだけはいいいですかはおっしゃってください。あのさっきもちょっと言いましたけどパラビではい。 テセウスの船完全ネタバレ犯人の日記大公開という動画が、うん、今全編が配信されておりまして、はい、後半があさって日曜日から配信スタートとなります、うん、そしてあの僕はあのこの日本放送で番組もやってましてそうか。はい 土曜日夜10時から鈴木亮平「ゴイングアップ」という番組をやっております、はい、これは生放送ですか、うん、いやこれは収録です,、ね録ですね、はい。お願いしますさあ、えー、感想メール、はい、またラジオネーム沼袋、うん、鈴木さん僕はまだ犯人が佐野文吾だと思っているので、はい、正直今あなたがこのブースにいることも憎くてしょうがないですただそれだけのめり込んでしまうドラマ「うん、テセウスの船」めっちゃいいドラマや いやその佐野文吾が犯人やと思ってるってことはもう1話の前半しか見てないやんもう文吾が犯人思ってるいやそのドラマ死刑囚ですよね死刑囚ですね俺も死刑囚やと思ってんまだえ文吾ほんなんめっちゃ短いドラマなのよ<え>あいつーあ,あいつーあれやけどお父さん死刑囚いやポマ死刑囚やったんかこれって言って終わるからで僕ちょっと 僕も10話まで真犯人知らなかったので僕かもしれない逆にね最後その無罪ってなった時に似合って笑うんだなるほどそうかだからちょいちょい僕8話9話ぐらいまでは自分だけにしか分からないですけどちょいちょい悪そうな顔という悪くも取られる表情してみようかなとかやってました いや沼袋と僕はそんなん思ってなかったです。だからねゼロ週目の何じゃんとか言っててすいませんでした。すごいな。いや鈴木さんの話、これ俳優さんとかめっちゃ気になるやろな。熱い方でございました。すい。というわけで本日のスペシャルゲストは鈴木亮一さんでした。どうもありがとうございました。最後にちょっとこの番組にリクエストしてもいいでしょうか。あの。 ポケヒミだけちょっと復活させてくださいありがとうございます鈴木さんめっゃ聞いてくれてやろう。常連リスケヒミこんな聞いてくれていやあれだほんまにすみませんあれだりがとうごましたすごいあなたがいることですごい鈴木さんすみません霜降り明星の素志南ですせいやです時刻は4時を過ぎました毎週金曜日のオールナイト日本ゼロは我々霜降り明星が担当しておりますいやもうすごかったな杉浦さんが帰られましてやす ごめんなさいね、この四人まで。いやもう。付き合わしてしまって。俺、ほんまに泣きそうなった、ウルの時、ウルさんの曲で。あ、まさに、ウルっと来た。ウルっと来た。いやもう、ほんで差し入れもね、あのお土産物、ね、さんと僕と粗品に、これ、えー、テスウスにかけて、あの、オレンジジュース。毒入れてますんで、おしゃれやな。どこおしゃれやわ。どこ行ってんのこれで分からんねん、冗談。 アメリカ行って、勉強しよう、お前は。アメリカ。アメリカ的上空、これ。失礼な人ですね、どこに。いやいや、そんな事件の話しちゃうね、今。あ、そうなん。どっか行け。いや、ほんま、や、やったら、最初さ、だから、話止めて。なんか、鈴木亮平、呼んでこいと、意味わからんこと言うから、音でもないから。何かなと思ったら。いや、まあ、ね、この音の演出あの、やっぱり、この三浦さん。のびっくりしました。わ うん、いやほんま鳥肌立った最初鈴木さん来た時これほんまに、うん、あの鈴木さんも言ってたけど、うん、ほんまあんましゃべらんようにしてはってんて<ー>その現場がこう俺が仲良くなりすぎたら、うん、なんか芸人の雰囲気になってまうからでも鈴木さんが雰囲気作ってくれて、うん、で俺もどん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 そっちのもう真剣な方になって、うん、で最後もこのラジオの前に鈴木さんと最後言葉交わしたんが。うんうん あの今までありがとうございました鈴木さんまたお願いしますあのもう二度と会わないと思いますじゃあって言われて今考えたら全部振っててんこれにああそういうことやなめちゃくちゃ楽しい人やなだ逆にめっちゃそうやなエンターテイナーやそうやること鈴木さんももちろんやけども竹内さんもうんマジでいい人やなほんまやなマジでいい人来週連れてきてくれやお前な竹内涼真お前芝生ぞ えー、ちゃんとしばほんまに言葉じゃなくてあほんまに一回ちゃんとやろうかなあゆうすけさんとマリアでもええわお、おさんつけろ基本連れてりてくれや。ちょいかテス,スの話したいからちょブース出といてくれや。<laughs> そんなふむきそんなリアクターとして終わってる。いやもうほんましゃべりだこといっぱいあるのよでも、ささのさんでもええわ、連れてきてくれや。ささのさん、来てくれそうやな、ね、優ししから <laughs> い。竹内さんも来てくれんねん、それで言ったら。すごいな、ほんまに。 ほんますごいもうそれで言ったらさっきの話じゃないけどまさしが、うん、あの弱いくて妹のことをこう悲しんでるせいやさんはほんまになんか迫力ある黒幕は演じなくていいですもう竹内さんが自分の役もあんのにやでもう親身になってめっちゃ役作り教えてくれたせいやさんもこう相談したりするんですかそれはいや あんまりやっぱね最後らへんはもうしゃべりかけれん、うん、まあ終始やけどそんな現場でしゃべりかけれなかった、うん、そのこれどうやったらいいんですかとかやっぱなめてるやん、うん、<laughs> 自分で考えろやんそんななめてるやんって <laughs> でもそうやろそのいやそれはでも現場によるんじゃないですかでもこうテセウスはもうほんまにその、うん、なんやろうなだから芸人やからこそ、うん もっととちゃんと真面目にせなみたいなんが強く出てたなそのん俺がちょっとでもこれどうしたらいいですかとか言ったら、うん、あやっぱこの人芸人やねんやとか思われたくないからへ<ー>で絶対聞かれなかったなでもそれを指して竹内さんは「せいやさんあのこの前リハ見てて思ったんですけど俯瞰で見てて」みたいな、うん、もう絶対せいやさんのそのあんまりこう怖くやらない本当のリアルの,この、うん、等身大の 人間の方がまさしになりますよみたいなところからどん,どん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 家でとかあの僕なりにこうメモったんですよねいろいろ何年生まれとか何月生まれ何日生まれ妹はどんな子やったとか顔も全部こうメモって好きな食べ物嫌いな食べ物とかもまあそのヒントを得てでも最後はほんま死ぬ気でやりましたねマジで。 もうでそのまさしをもう演じて、うん、でまあいいって言ってくれる人も結構いたからしかったですね、うん、結果そうやなそうそうそうでほんまこれちょっとでも気抜いて演技してたら、うん、俺終わってたわ多分、うん、確実にだって大一番やもんな 大もうほんまに怖かった <laughs> 震えたわマジでそうやな。うん。ずっとそのことばっかり台本もらってから、ふふふのふふのとかふふ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 なふふふふふふふ なんか思ってほしいですね逆にリアルな殺人犯ってあれぐらいやでっていう <laughs> 確かにちょっとこうシュッとした俳優さんとかが犯人の方が確かにドラマっぽいけどはははいはい、はいっていうのはもうほんまにあのもう言いたかった <laughs> だ,かだから経験もありますしね犯罪のせいやさんは犯罪そうやねんなまああの自転車盗んだだけですけどねこれ <laughs> <laughs> 何やとんねんお前危険な綱渡り乗り継ぎすいません いや、もう、ほんま、いろいろね、あ,<ー>あの、ほんで、みきおくんっていうね、子供の子役のこう、ますごい演技うまい。こうも、うん、めっちゃ明るくて、裏側、ええ<ー>、めっちゃ仲良くなった、あの、だ、パラビで。うん、あの、パラビは、もう、だから、その。基本、ドラマのやつを取って、うん、で、入りきらんかったやつを、パラビに。 パラビ用にだけ撮ったとかはないんですよ全体的に撮ったやつをパラビに移してだけなんでみき、うん、と僕の共犯が結構あるんですよねパラビとかで喋、うん、ったりして、うん、めっちゃお笑い好きやねん<ー>霜降り明星あの好きですみたいなあ何歳ぐらいの子なあの子はね10歳とか11歳とか確かにあの子もすごいね<笑>お笑い好きお笑い好き明るいねんけどな、うん、でも。 この子でもすごいテセウスであのなんていうのそのめっちゃこう話題になったからなあっなるほどねそうそうそうお笑い好きなんやう、ね、ん好きでうーん仲良くなったしピンクの電話さんとか好きなんかなやっぱりピンクの電話さんはしないんやろう多分 そのお前の例えで出るときいつもピンクの電話せんけどお前挨拶行けよピンデンのことピンデンやねんお前ファンなんかそんな略し方ないねんピンデンピンデン何やねんピンデンってピンデンやんけ家電みたいに略すなピンデンじゃピンデンの話はもうちょっとでも影響されてたから声も高かったもんな演技のミキヨのもうええよまだ言ってるやんピンデンの話しつこいしつこい鈴木さん帰ってはね はねはね外しすぎやお前はねはね伸ばすと羽ね跳ね伸ばすと羽ね外すがもう2つあるから<の>お前は跳ね外しすぎ誰が誰跳ね外してん、ね、いやもうほんまほんでいろんな人も見てくれてねノブ、ええええ、さんとか、うん、もうほんまノブさんとか好きで、うん、あの。 大悟さんもずっと飯とか言ってていろんな芸人に「誰犯人な?」みたいなめっちゃ言われたりとか大悟さんは「もう絶対言わんといてくれもう言うなよ」みたいなもちろんやけど楽しみたいからそうそうで、違う人が「せいや明日のセリフ一言だけ言って」みたいな芸人の悪いノリでな今田さんとか「明日のセリフ一言だけ言って」みたいなとかもう大悟さんは「あもう言うな言うな」みたいなとかで で今さんも楽しみやなみたいなのとかいやいやで誰やねん誰やねんってずっと引っ張って俺結構ダイゴさんとご飯連れて行ってもらってなテセウスの時にであのほんまにダイゴさん昨日一昨日かな収録あって、うん、千鳥さんの番組でノブ、はい、さんが「うん、もう,ほうすごかったな」みたいな「快挙ちゃう」みたいな芸人で、えー、テセウスの。 なあみたいな言って、うん、いや、僕も犯人あると思わなかったですよ、うん、って言った時の大悟さん、本番中にすごい顔してて、うん、なんか2話貯めてて、興味ようと思ってたらしくて、<laughs> お前言ったのって言われて。<laughs> いやいや大悟さんいますってもうもう5日ぐらい経ってんねやもんだって確かにそれだけ残念やった俺はほんまに悲しそうな顔しちゃったもんだ大悟さんにストレートで見てほしかったマジでああそうやなこれだけかなわんかったお前言ったのお前言ったのっていうあの大悟さんのツッコミの今日2はためてみようと思ったのにいや大悟さんすいませんと思ったなあれはまあでもそれ話すもまあ終わって 一週間たとうとしてるんそういろんな人の反応もおもろいな岡村さんもね昨日「オールナイトニッポン」で演技褒めてくれたりとかかと思えば浜田さん今日集落で言ってたけど自宅で見てはって僕が出た瞬間「お前来い!」って突っ込んだお前来いお前来いそんな声高がいいんかな家でもなおいおい か <laughs> そんな本意気で結果発表っていやいやいや家で本カメラを待ってないて言わんやん結果発表ーいやーそうやなとかいろいろありましたねお前かいやなそうそうそう,そうだから逆にあのドラマをずっと見てる人からしたらせいやが怖いんでしょだから犯人やから最後ね逆に今こ,この動いてるせいやたいに安心するみたいなことよな そうやなまあドラマとか俳優さんってそういうことよなまあでも全く別ですからね田中将司と俺はなんじゃ俺の中に田中将司は生き続けるよマジでお化けがこうやないねお前何のシャツやねそれそんなことより俺こんなシャツで鈴木さんと喋ってたお前お化けがこうやないねこの服両手曲げて

お前や、妖怪。お前や。妖怪レストランや。ないお前、鈴木さんにお前、失礼やぞ。妖怪レストランのふぐ。失礼ちゃうよ。田中将司とのこの、なんでしょう。せやなんか、引きというか。もう終わったんですか、将司は。いや、田中将司は生きてるね、まだ。何がやねん。死刑やろ、あんなやつ。百発百中で。すぐ執行や、あんなもん。半ついて終わり。すぐ。いや、でもね、これはもうドラマ見てる人しかわからんけど。意外とじ。 後半犯はもう田中将司は何もしてないね、うん、田中将司が何かいろいろ殺したように見えへんって言うねんけどあんま僕の犯人が納得いってない人は、はい、実際してないんですよみきおが結構やってんのよなるほどなあのー、結局毒入れたりしてんのもみきおやしもともとで、うん、俺の親父、中本浩二さん出た 殺してんのも幹夫やし、うさぎ殺したも幹夫やし。うん、俺があのやったんって、ほんであの金丸刑事突き落としたも幹夫やし、うん。俺がやったんは、あのほんま最後。うん、佐野文豪。後ろから切って。うん、俺を自分で殺させようとしただけやね。な、その。文豪を殺人犯にしてる。あ、うん、あ、たたたたた。そう、だからもう、俺はもう死のうとしてるから。もう弱いね。うん、マジで。うそうそう、だから。 罪的にはどうなるのか分からんなえでも竹内涼真に刺したんは一応あのまさしってことなんですかいやあれもねだから裁判によってはどうなるか分からんくてんやねんその喧かいややな裁判によってはいやでもほんまにそうやのあのいやもう殺意がないっちゃないのよいやー死刑にしてくれよー<う>いや 竹内…いやお前それ田中正のバックボーンお前無視しすぎよいいんどんだけ悲しい人生やったかあそうん、もういもうな、うん、言ってたけど、うん、もう竹内龍馬さん演じるシーンと変わらん人生この田中正の手術の船があってもおかしくなかったから家族が不幸な目に遭うおかんがキノコえん罪ほぼ冤罪でめちゃくちゃなってしまったうん、うん で、自分死のうとしようから俺は田中雅史そこまでおお極刑じゃないような気はすんねんけどな,などだって、うん、もみくちゃなったこのなんていうの言ったら不可抗力で真に刺さってまうわけやから田中将司もびっくりしてますからね、うん、最後、うん、えってで真が死んでしまうとこは僕もショックでしたからね田中将司もお前じゃなくてええんよっていう マサシのバックボーンみたいなのは確かに今俺考えてなくて軽率やったかもしれない確かにだからマサシにも妹がおってって言ってたしそうそうそうその妹はなんか彼氏となラブラブでな彼氏とラブラブで温泉とかも行ったりしてそれマナサやなママの妹やない俺のあれこれマナサマナサ今日国家試験受かりましたおめでとうございます いや、見たわ、インスタあ,<た>あ、見た見た,見たないいねつけようとしてんけど、うん、気象いいかなと思ってやめましたいい気象ないよあは <laughs> 気象ない気象ない気象ない電話したわどうやったの合間に喜んでたいや、なんか、まあ、なさ もうなんか分かってたけどな、みたいな。いい照れ隠しでね。言うねん。いや、よ、よかった。妹が国家試験受かってよかったわ。国家試験受かった妹のためにも、こう、ちょっと三清と共犯してみたいなのは。ちごっちゃなっとんな。聖也と田中正史が。え今のは聖也。あ、聖也。そう、聖いや、分からんけな。それ、あんだけ演じられると。そう、ちょっと弱く、どっちがどっちが分からん。角田の変な取り調べ出てるから、今。お前はお前。これはこれで。角田の変な取り調べ。悪いとこ出てんな。 もうでもまあ良よかったね無事終わったもうなんていうのそのほんまプロデューサーに言われて嬉しかったのやっぱもうほんまに怖かったっすよってほんまにあせいやさん怖かったですよかったっすよみたいなでメイクさんとかも「よかった泣いた」みたいなええやんそうそうだからその芸人やから「黒幕どう?」とか言ってる人ら 悲しいな、うん、みたいなのも怒ってくれたりメイクさんは、うんまあ、も,もちろんね僕は申し訳なさもあるんですけどねそういう人もおると思うんですよ俺がやってもうたから、うん、うわ入り込まれへんかったみたいな。うんうん、でもその時はやっぱ田中雅史は 俺迫力なくていいんやっていうなるほどそれだけはちょっと言いたかったですねいや最終回は無事終わりましたね素晴らしい鈴木亮平さん来てくれた来てくれましたありがとうございましたえんだから1年やって最後の日ですよね今日「オールナイト日本ゼロ」一応あら三浦さんが最後の日ですよ今日ディレクターいやいやいやもう <え>鈴木良平さんが来てくれた回っていうタイトルやから <laughs> いやいや三浦さんが最後の回はもうどうでもいい一,一応三浦 T が最後の日いいやいや三浦さんがなんか今日はシャツを着てるんですよね <laughs> 最後の日やからいつも襟付きのシャ,ツシャツとかトレーナーにてますいやそうやねう三浦さん最後やから鈴木さん駆けつけたみたいな,な感じにも取れるかられるかそれはもう関係ないからね,そうですねこれテセウスで来ましたからそうやわ三浦さん最後ですね 飯ね、みんなできたかったんですけど、ちょっとね。今のご時世、ああほんまは今日の朝から行きたかったな。ほんまに行けてんけど、まあ。明日しりチューブ。家帰りましょうし<ー>今度行きましょうね、ほんまでも。ねえ。ね三浦さんもいい。そうやわ、最後か。後三浦さんもちろんでも、鈴木さんの鉄説見てましたよね。あ、こんんじゃいい回ですよね。ねこれは。三浦さん、鈴木さんどうでした生で見て。 ハンサムでしたなじゃそれゃなこいつ薄いなぁドゥドゥンないね自分で自分で自分で落とした今今やちょうぶおいずるいぞずるいぞいつでも逃げれるやつか霜降り明星の粗品です聖夜ですさあここでですね三ヶ月に一度の大事な発ドおめでとうございます ありがとうございます。盛り上げてくれてね。えー、カイトソルトは初のトップ5入り。すべ、うんえー、てのコーナーで採用されていると。はいはいはい。えー、まあ例えば困難がありましたね。ピリオドチャンピオンです。うん、それ悪口になってんのかチャンピオンはこちら。うん かちさんおめでとうございますはいはいありましたねえさあ毎回面白い回答するとそしてアマチュアダックスフンド第1回は4位この人もすごいなすごい第2回も4位トップ5の常連でございますすごいアベレージ高いなるほどえアマチュアダックスフンドといえばそうか1月28日にネット掲示板に書き込む仁鶴師匠切り晩踏み逃げしてすまえなあ 9ポイント取りましたよえー、面白かったですこの2人次はね, 1>, ね1位狙ってほしいですね、えー、さあ第5位でした、はい、続きまして第4位は11ポイント獲得江戸川区幻想的ドアノブ ようなんか読んでるイメージあるわ初めてのトップ5ですさあ幻想的ドアのブはですね一、うん、枚のメールで複数ポイントを稼ぐホームランバ<ー>確かに確かにあだからめっちゃおもろいのがあってねちょっと紹介してください、えー、例えばですけどこれも高ういうですね、はいえー、下り明星大和田信也さんとテレビ局内では,<ー>はいはいはい。お疲れ様あれ見たよ もう面白くてね何回も見ちゃうんだよねタカトシのジンギスガン <laughs> どれレミトおもろいな <laughs> いこんなん2ポイントとかねこのなんか僕らのことも好きでいてくれてるからのメールがうしいいいのついてきますよねはいあ優勝後輩な次のね,ねさあ次はまして第3位は第3位はここからすごいす12ポイント兵庫県明石市魚座の貫禄 さあ、こちらも初のトップ5です「うんえー、魚座の貫禄」野党での採用多数多優秀ですいやこの人面白いねんな覚えてますしね「えー、魚座の貫禄」「いいよ分かったするよでもその代わりさあ多分えぐい条件くるこれおもろいよなんかいいよなでもその代わりさ <laughs> おもろいないい感じですよねこの1人餃子、ね、の貫禄もそうか、はい、優勝ぐらいいってると思ったら3位か3位でございますまあでも銅メダルですからいややっぱ覚えますからね僕ら覚える覚える4月からまた頑張ってはいさあそして第2位は 2> 惜しくも第2位に輝いたのは16ポイント獲得滋賀県千本の君 あー千本ノックはもうずーっと頑張ってくれてんなねえなねあ三3ポイント取ってるやつある、はい、あそうか高有録滋賀県千本ノック3月2日大混雑するドラッグストアにて救世主として現れる<ー>中高和一生はい、はい、こちらのレジどうぞいやー <laughs> あー千本ノック惜しい千本ノック無双みたいな日もありましたよねきょ千本ノックばっかりやん千本ノック惜しかったんやなこれねえ前回の3位からワンランクアップでございましたすごいなすごい千本ノック惜しくも千本ノック大阪時代のなラジオを送ってきてくれるあったこともあるしな優勝してくれーえーさあこれね1位と、あのー、3ポイント差でしたそう あと一通でもしかしたら、ホームラン一発でね。あ<ー>さあ、それでは第3回 MVP レースの1位。流行る o MVP に輝いたリスナーの発表を、お願いします。はい。1位は、19ポイント獲得。すごい葛飾、ポストカードクラフトスマーズおめでとう,でとう3 0 0までございます。 い,いやーでもねーもうすいませんけど、はいあのー、選んじゃいますこの人おもろいおもろいなそのなんやろうなうまいですねうまいなユチャンピオンも野党もああ<ー>やっぱ入れてもうてるそのあまたこの人やけどって思うねんけど優勝してまうやんって思うねんけどん入れてまうねんな ピ、えー、リオードチャン切りやすチャンピオンはこちらナスさんおめでとうございます切りやすいけどこれ独自の視点なんですよねポストカード,ドー面白いあこれもおもろいわ、えー、こういう3月5日組み立て終わった武田鉄矢、うん、これ余って大丈夫な国 <laughs> おもろいなあわるあるなんですよねこの人ね面白いねんなこのね短さもちょうどいいし、ね、選びたなんのよそう この人短いイメージあるわある切れ味切れ味がいいこれはあのすごい3連覇いうことですねこれは普通に尊敬しますま止めてほしい誰かポストカードクラフトスマンをねだから千本ノックはずーっとちょっと欲しいか、うん、そうやな坊さんの貫禄も3位とおもちもちもちももちはねっベスト5入らんかったえ。入ってましたよえ入ってなかったか今回は入ってないんですよ 前回のだから甲子園の優勝者が、うん、あのー、あれですよね「困る駒」「困る駒」「困る駒」うん、困る駒やからあのー、これいろいろ今チャンピオンが、うん、でチッチは公務員かはいはいはいチッチは公務員困る駒ポストカードクラウドスマ、うん、今4組チャンピオンてますね面白いですねこれチャンピオン大会やりたいなこ統一戦ね 統一戦あポストカードクラウドスマはでもちょっと頭1個抜けてるか余裕で3連敗しな3連敗からこれ何あげますはい今回ですね、うんまあ、OMVP のポストカードクラウドスマ、うん、まあ副賞でいつもマジでいいものあげてます、うんえー、なんでしょう水中で使えるスピーカーとかモバイルバッテリーとかあげましたかね今回、まあ、今考えてるのはまあまあな金額の図書カードを 差し上げようかま,まあまあなんで、はいまあ、しょう本や漫画から知識を得ていいねネタに変換しぜひ番組に関係してくださいさあというわけでですねまた、えー、今日からですが、うん、始まりますちょっとリセットしてリセットです頑張ってほしいですね第5回 MVP レースが始まります、はい、次回の OMVP の発表は6月下旬を予定しております、はい、以上、はい あの前言ってたねブース来てもらうとかあいいですね結構夢広がるんでほんまに MVP 取ってくださいほんまに取ってください、はい、以上第4回 MVP レース結果発表でしたおーいいやーポスト強いねいだから何が夢あるって、うん、これを鈴木良一さんとか聞いてるわけやから、ね、<laughs> 有名人が<え>名前も知ってるやんすごいよラジオうん 序がさまざまな芸能人、有名人と絡んでいる様子を想像して送ってもらっています。はい、ここからだからポイントになりますから、そうですねで埼玉県春日部市、ラジオネーム父は公務員、で<だ>3月29日、人がいない場所に粗品を呼び出す田中将司。田中雅司や 正義の味方が。あ、<laughs> ごめんなさい、間違えました。んあ、違う。口が覚えすぎてこれごめんごめん、間違えた。<laughs> いやいや、ちゃんと読んでくれ。<laughs> ご,ごめんごめん、ごめん,ごめん。正義の天狗が聞いてきれい。誰がやねん他人の人生踏みにしといて、い何をまるで覚えてない。覚えてないよ母さんはただお前んちの焼肉を焼いて食わしただけ。<い>罪ってほどの罪じゃなかった。 でもお前がこいつのおかん人殺しやって騒ぎ立てるから母さんは親父に捨てられ散々苦労して体壊してあっさり死んだこれで終わりだお前ん血の食べログ評価0.2にしてお,<い>お前の家族に遅刻を見せてやる <laughs> やがましあ出てこいまさしやったろいおいおい俺やんかお前かいやいやいいですね早速父はこう思いいいですねこういうわええー ポイントランん毎回やつもり一人とぎわんで愛媛県今治市ラジオネームミッチェルです2020年3月21日土曜日イマルさんとカラオケへ行ったせいさんに対しアカシアさんまさんが一言おうまええとしよう 分子師のモノマネする時のさんまさん「まあええとしよ」ってあのヤンゴー王の時代のね分子師の描写なんですよ「まっええとしよ」ってって怖すぎるな、にしては茨城県ラジオネーム恋するアジフライ4月11日ドリームマッチでコンビを組んだ七曲森下さんと四千頭新後藤さんおおおおおそうおおおおお くせない。あるあのネタ。見ないでー。なんでー。はくせない。はくせないよー。風邪引くよ <laughs>。いいね。いいね。うーん。似てんなこと。森下さんな。ん改めて見たけど、確かに。二重人格やったな、うん、その。最初。キャーってびっくりしてもな、最初。<laughs> 青やろあの設定 <laughs> 脱いで自分で脱いで乳首見したんじゃなくて <laughs> 脱いだ状態でファって気づいたら人格入れ替わって「<laughs> キャーッ!」って言ってるわ確かにいらんねん「<laughs> キャーッ!ホント魂」ほ魂細かい設定な、ね、よ「乳首だ隠せない!」って言ってるわんや <laughs> ねんあれ、えー、おもろすぎやろおもろいなあれ えー、東京都北区ラジオネームアマチュアダックスフンド出<た>3月25日分かんないふりをしてゲストの話を引き出す中井くん <laughs> え,えどういうことえどういうことえ別に包茎でもそういうことはできるんじゃないの <laughs> じゃあ分かるわこれ <laughs> 中井さんのテクニックなテクニックやえどうういこどどういうこと えそれはえそれをやらなきゃできないのって言って知ってんのにわざとエピソード聞き出して「<ー>えっはって笑ってくれて嬉しい,いあ優しいですねそうなんだっていうスーパースターや 2>, 2ポイントこれは面白いとこいい,、ね、いいとこついてる、はい、いいものまねのとこついてる愛知県、えー、うな重うなぎ抜き 3月25日、好きな芸人はと質問された桃色クローバー Z の、えー、アーリン。うん。ダーリンズだよっていうか。あ<カ> <laughs> ダーリンズさんいや、その、アーリンだよみたいに言うな。あ、そういうことね。うダーリンズだよユカホうんおもろいけど、ピ <laughs> ンもコンビも。えー、三重県四日市市、ラジオネーム、ロリガリゴリラ。き<も>3月21日 武田哲也さんが突如目の前に現れ言いましたえシンプルやあいつからここにいないと錯覚していた怖い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 あ気づかんねんおったんやあ怖いなんかの技使われてんねんおもろいなえー、ラジオネーム、えー、愛知県名古屋市ラジオネームだし巻きはい 三月二十日郷美のさんのギャグを初めて見て感銘を受けた徳光さんが、えー、姿見の前で叫んでいましたう, <laughs> うんちょこちょこちょこめー,ーやかましは,やかしは<笑><笑>じゃあ好きや徳光めでございますって言うけど <laughs> 自分に目つけるけど、あの人。土曜朝5時の男、<laughs> 徳光目でございます。っていうのをみんないじりすぎ、目。ちょこちょこちょこ、目。うんちょこちょこちょこ、目。ってあの、<laughs> 感銘を受けてんて、ゴミナさんのギャグで、徳光さんがんさんは想像してみて鏡の前で、うん,うんちょこちょこちょこめー、目。あんま首曲がってない。目。めいやない自分で目めっめめちゃ気に入ってるやん。目。 いやいやいや、いいですね、徳井さん。お、ラスト、はい、大阪府大阪市ラジオネームひよこ爆弾。はい。俺粗品さん因縁かな。三、はい、月二十三日、はい、とんでもないことに気づいた井上公造さん。出た。たら、こ焼いたら。すごいおいしいんですよ <laughs>、うん。いや、薄いな、俺。当たり前や。当たり前や、そんなもん。 気づきました <laughs> 井上郷土さんいいですねラストでしたああこういう録というわけで始まりました MVP です、うん、SS アットマークオールネットニッポンドットコム SS アットマークオールネットニッポンドットコムまで送ってください、はい、このコーナーメールはせいやが選んでおりますメールの件名はこういう録でお願いしますはい始まりましたねだから3ポイントとか取り出したらすごいですよねやっぱり確かにまだ4ポイントは出てないかかも出てない ピリオドチャンピオン <music> TBS オールスター感謝祭の伝説のピリオドチャンピオンである私がいろんな分野のチャンピオンを発表していくコーナーです伝説とかないよどうなるんかな感謝祭のなんかねトレンドにもなってましたけどあけまあ特別番組としてやるみたいですねわかりました千葉県市原市原ラジオネーームネルシャツハンターいやそうじゃなきゃ困るわチャンピオンはこちら 今回のアルバムもめちゃめちゃいい曲入ってますよ。さんおめでとうございます。さ <laughs> やな、アルバムやもんな。そうじゃん。困るわ。うん、確かに。神戸市ラジオネームカオパンパン。トリビアの泉の専門家が質問に答える時の喋り出しチャンピオンはこちら。えー、はい、確かに。さんおめでとうございます。<laughs> 懐かしい。絶対これ言ってたな。<laughs> 確かに。 こんな意見もあるとかってね。はい、確かに。これは。あったあった。<laughs> 言うな。で、や、やじ、矢島さんが。次、あ、矢島さん、矢島さんが。ついてのトリビアです。で、この。顔をね。絶対この一文字にして口を。イメージあるわ。兵庫県加古川市ラジオネーム、ハムサンド。めっちゃ可愛いチャンピオンはこちら。 褒められた時のチョッパーさんおめでとうございますあーかわい,いね一番可愛い,いんちゃう可愛い,いあれ、うん、ソシナさんチョッパー知ってるかチョッパーギリ知ってますあミスターフォート戦ってましたよね <laughs> <の>ほんまにアラバスターまでしか読んでないな、うん、そうかそうかチョッパー知ってるな本当にチョッパー知ってます褒められたーーって東京都練馬区ラジオにも所要時間教えてあげるどうやって読むねんチャンピオンはこちら 世界不思議発見での黒柳徹子の回答さんおめでとうございます <laughs> <laughs> 達筆やからなぁおたまにやるよな達筆ないからね読まれへんねおもろいなデータ葛飾ラジオネームポストカードクラフトスマンチャンピオン作って遊ぼでしか聞かない言い方チャンピオンはこちらぺったんテープさんおめでとうございます <laughs> <laughs> ペッタンテープを貼ってって言うなおもろいな,な,ろいなペッタンペッタンここもペッタン <laughs> 言うわ <laughs> 2>, 2ポイント出たもうこれはキー,ーキめなしにーしゃないなおもろいな埼玉県川口市ラジオネーム坂東玉三郎芸人が映画のプロモーションをやったというニュースのコメント欄でちょっとだけ肩入れするやつチャンピオンはこちら 俺は別にいいと思うけど、単純に滑ってるなさんおめでとうございますこいつのかしやねおい言うなこれなんやねんこいつうかつくなぁ黙ってみろ <laughs> ええと思うけど単純滑ってるなだぁ愛知県湖南市、ラジオネームウイチンボ、うん、チンチンやないかいチャンピオンはこちら 公園の水飲み場の蛇口さん、おめでとうございます。いやいやいや、そんなチンチンちゃうって。滑らかすぎるって、ちょっと。チンチンですよ。いやいやいや。もうそんな言い出しは、このマイクももうチンチンですよ。めちゃくちゃ。あ、おちいや、チンチンの判定甘いって。ええ。俺、もっとチンチンがいいわ。もっとチンチンがいい水野の蛇口んとこやろ。チンチンちゃうわ、あれ。 いやー、そんなチンチンじゃないけどなー群馬県ラジオネームトリッピシマシマ、うん、結局どれなんチャンピオンはこちら <music> 世界一辛い唐辛子さんおめでとうございますああいいねわあいいこと言う、わかるわ結局どれなん もう俺らはハバネロと聞いてましたよハバネロが世界一辛いって聞いてたのにハバネロの800倍辛いやつとかあるやろなんやねんあれそう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 世界一辛い唐辛子ジョロキアみたいなそれのさらに100倍みたいなすぐ何百倍かするやろ辛いやついいとこねやってますね 東京都北区ラジオネームアマチュアダックスフンドズーチャンピオンはこちらオアシズさんおめでとうございますいやいやそういうもんやろズー<ず>だからゲーム、ね、オアシズやろオアシズさんなオアシズズーオアシズさんいい、ね、この一言系好きですね、うん、ラスト滋賀県高島市ラジオネーム服部三世第二位チャンピオンはこちら ダウンタウンデラックススターの私服の加ノ美ミさん、おめでとうございます今日こおるから今日こおるから、3円。うまいな今日こおるからねえこれはうまいそうやなここからお値段、グンと上がりますブルルルルルル言うけど 絶対ね、あー2ポイントおもろいな差し上げます面白かった確かに絶対にいいやわえー SS アットマークオールナイトリッポンドットコまで送ってください宛先は SS アットマークオールナイトリッポンドットコムこのコーナーのメールは私粗品が選んでおりますメールの件名はチャンピオンでお願いします霜降り明星の「オールナイトニッポンゼロ」 降り明星のでですせいやです続いてはこちらのコーナーいやとボケとツッコミをワンセットにして送ってもらっています滋賀県千本のくきたそれではみんな手元に持ったアルコールランプをふれやばりかしやばりかしつ <laughs> やばりかしつやばいからなアルコールランプ危ないよとても、うん、とても危ない えー、埼玉県さいたま市2時4時う,ん、うわ今めちゃくちゃスカえー、めちゃくちゃスクランブルエッグ食いたい気分だわそんな瞬間ない <laughs> <laughs> まあないかな卵とかスクランブルエッグは <laughs> スクランブルエッグ食いたいなと思ったことないな,ないないいとこつきますね確かに朝とかやな 中学旅行のな朝のバイキングで来る朝弱いから食ったことないかもしれない <laughs> スクランブルエグランブルエえー、兵庫県明石市おっ位かなラジオネームウ座の貫禄<だ>皆さんが悪口をやめるまで5分もかかりましたよう耐えたな <laughs> 言われ続けてたってことですか、ね、5分もね5分もいいね、えー、おー江戸川区ラジオネーム幻想的なのおお,お、しれつやなおい この海見てるとさ自分の悩みなんてちっぽけに思えてくるよ、うん、目細めんな <laughs> 目細めてたな今こういうなんか想像系おもろいない, <laughs> いや目細めるやろこれ言う時は2ポイントいいですね面白い目細めんなって何つこんどんな 東京都世田谷区前なんか面白いのあるって読まれへんやったやつ覚えてない覚えてますそうラジオネーム目覚めるパワー氷はいそれですラジオネーム目覚めるパワー氷お笑い芸人と結婚して話題にもなった「フラガール」などに出演した女優はえーと「青い空」オールスター感謝祭でそう答えてヤバい空気になった武田鉄矢の間違い方あ <laughs> そうなそうなえっとフラガールええ青い空やばめっちゃおもろいなこれめっちゃ気持ちわかるけどなまあなもう青い空の方が青いは出てくる男は言ってんもんな青い空ええ青い空おもろいなこれ 2ポイントはい北海道函館市ラジオネームレオナル・チョゲルはいだからここの少し品のあるところを気まずさを噛み殺しながらのうのうと押し出すねん何を教わっとんねん今私何をしてんねん,ねんいいですね <laughs> えー、兵庫県洲本市おろししょはい。 ねねええお母さん逆さ言葉ってどんなのがあるのそうね例えば「イヌイ」とか「イヌイ」「イヌイ」「イヌイ」「おもろ」「イヌイ」「トマト」とか「新聞紙」とかやけどなあ「イヌイ」2ポイント。 面白いなんやねんそれええー、東京都練馬区ラジオネームシカゴに行く覚悟はいえー「君は上から WF 飛び飛び R 飛び T6 の B」ですね何が何 <laughs> こういう系も好きですね何をしてんのこれもいいですね広島県ラジオネームインカルディはい すいません文具コーナーどこにありますか探せ海賊王がバイトしとるゴールドロジャーじゃん <laughs> 探せーこの世の全てをそこに置いてきたてやや置いてきた時のやつや、えー、東京都稲城市ラジオネーム千葉ロッテマーリンズ、はい、お前手札見えてるぞいやこれは 見えていいやつだから女子のスパッツかいいねいいね,いいねこれ綺麗ねんないいねこれも2ポイントいきましょうあええー、なネタなラジオネーム微分積分いい気分、うん、優勝おめでとうございます優勝商品のスワロスキーシルバークリスタルの贈呈です動物寄礎天外でしか聞いたことない <laughs> これおもろいなスワロスキーシルバークリスタルを差し上げますあれなんやねんっていう何の商品やねんあれやってたなみのさんががやってた猿のあっいいポイントねああこれも2ポイントちょっと面白い今日ラスト 千葉県千葉市ラジオネームアナザーゴリラ、はい、このセックスを今は亡きハーリー・ブラウンに捧ぐ海外の小説みたいな始まり方する AV <laughs> 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 捧げんな あるけどこの実話ですね死んだやつになある,あるあるある <laughs>、うん、あるわありブラウンを死んだよな,な以上以上ですはいというわけで宛先は SS アットマークオールナイトニッポンドットコムです S S アットマークオールナイトニッポンドットコムこのコーナーのメールはせいやが選んでおりますメールの件名は野党でお願いもういいあ耳に届きましてラストですからねはいありがとうございました皆さん お世話になりましたいやー三浦さんありがとうございましたマジでね1年まあだから僕ら生放送のラジオ初めてでしたからこの4月からレギュラーで初めて49回ずっとやっていただきましたーいろいろ僕らがね話のこの、うん 落ちるタイミングとかも面白く入れてくれたりとか僕らねいじっても寛容な心でやってくれたりとかありがとうございましたありがとうございましたお疲れ様でした三浦さんやめるわけじゃないんでねこんまあそうやなだからほんまに飯行きましょうみんなそうそういたらうた報告しようここでうこうそ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 うううそ いやーこの耳からあのリスナーの皆さんには聞こえてないけどこう的確な情報とか俺らが「あれ何やっけあの選手の目標のあれ」とか言ったら「あ何々です」ってう教えてくれたりとかそそそううう非常に助かっておりました。